マグノリアへ行く。泳いでか。私はナツたちを信じる。だがこの世界のアクノロギアはマグノリアへ向かっているんだ。ならばメスト、みんなで守らなきゃな。調和と熱量、実に面白い。右手が動かねえ。時間がない。説明は後だ。ついてこい。でも夏が。夏は生きてる。夏が生きてる。本当？あいつはどこだ？どうなってる？心配かけてすまなかった、ペルザ。いいえ。みんな聞いてくれ。なんで炎が出るんだよ。くそ。あの黒魔道士とやり合ったんだ。むしろ腕一本でよく済んだものよ。つまりは夏たちドラゴンスレイヤーは時の狭間とやらに閉じ込められている。そこにはアクノロギアの精神体がいると。じゃあそこで夏たちが精神体をぶっ倒せば。ラクサスもいるんだろう。楽勝じゃねえか。楽勝だと？相手はあのアクノロギアだぞ。それに生きてるって言ってもどんな状態かはわからないんでしょ。ウェンディ、大丈夫だよ。きっとガジラ、スティング君、ローグ。問題はそれだけではない。肉体のアクノロギアがここに向かってる。肉体と精神？全然意味わかんないぞ。エリックもそこにいるの？こういうこと。つまりこの世界の絶望的状況は変わらんということか。絶望なんかじゃない。ウェンディもきっと戦ってる。私たちも戦わなきゃ。